言えました。はい、おはようございます、ビュートです。寝坊しました。すいませんでした。おはようございます。はい、ミュート、過去遅刻まです。おはようございます。はい、ですね、コメントにも書いてある通りですね、音源は送ったりとか、今日放送なことをちょっと忘れてたっていうね。で、放送10分前に、今日の音源お願いしますってメールをした、そんなミュートです。今日もよろしくお願いします。さあ、おはようございます。さて、まあ、喉が寝てますが、今日も頑張っていきたいと思います。いや、ということでね、まあ、かなり久しぶりではないのか、前回が6月の前半でしたっけ。まあ、それぐらいぶりの、ね、ニコ生ということで、いやーね、いろいろあったんですよ、ここ最近。いろいろあったんですけどね、まあ、それはちょっともうちょっと、いろいろ温まってきてから言いますわ、ちょっとね。辛いことも悲しいこともあったけど、私は元気ですって、そんな感じのね、今日も頑張っていきます。さてと、何からやろうかな。お、なんか、この番組はみたいなゆっくりさんの声が聞こえそうですね。さあ、よし。アルファプレゼンツ、ミュージックライブ、イン、ニコニコ生放送。やってみた、かっこ笑い、アット、ミュート。この番組は、アルファの制作でお送りします。さあ、声が出てるということで、そうだな、まずは、コーヒーから飲むか。よし、よし、じゃあ、久しぶりにここら辺の曲いきますか。いちさん、幻想歌って出していただいていいですか。はい、了解です。さあ、ちょっと切ない系の曲から入ってみようっていうね、今までにない、試みですね。さあ、頑張っていきますか。それでは聴いていただきましょう、幻想歌。ため息に溶け込んだ穴黒めいた友の指と贅沢に詰め込んだ自由に泣いた少女は一旦虫の音よ耐え抜くなよ人なき答え窓の縁月の葉もぼかす浮世に踊る人影香り誘いまた角沸かす悲しい楽しい奏での糸は色はなぜる無限の調べ朽ちた腹まで芽吹くようで裸足で忍び込んだ白黒の絨毯毎夜の晴眼怪しげに洒落込んだ光の中男は一旦僕の根を君に託そう千秋の風に泣き濡れた刻む指震わす弓はことさらに激しく開き笑う夜の九条織と冬の足音にたがか出会い別れされどもやまる盾をこの糸は童話の夢窓の外指先にひとひらの葉ただ散りゆく花弁に涙を忘れてた
雪に雪に泣く霧霧す。どうか君に聞こえるならば、春に花に奏でておくれ。たらすこの糸に絡ませて、出会い別れ背中合わせた。悲しい悲しい奏での糸は、枯れた花に羽衣着せて、麗しき君を結ぶでしょう。君のぬくもりに眠らせて、はい、聞いていただきました幻想家でした。ですね、何時に起きたか聞きたいですねってコメントがあったので、まあ正直に答えましょう。9時だ9時だ9時だ滑舌が追いついてないぐらい9時だ9時に起きて、今僕のスケジュールってだいたい火曜日金曜日は予定が1時からなんで、それからゆっくりコーヒー入れたりするんですよ。で、うっすらと今朝9時に起きてぼーっとしながら、あれ今日ニコ生じゃねって思ってよくよく考えたら今日ニコ生じゃねって思って、ちょっと待って、俺いちさんに曲とか音源とか何も送ってねえなってところから、あの曲を探しで送ったと思ったら遅れておらずシャワーから出てみたいな、まあ、そんな一連の流れでしたね。はい、誠に申し訳ございません。でもね、1時間前とかでもなんとか、あ、1時間前とかじゃねえ、15分前とかでもなんとかしてくれるいちさんに感謝ですよね、ほんとね。はい、ほんと、ほんと、すいません。すいません。ほんとすいません。やべえ、なんかいちさんの笑いが今日笑ってない。笑いの音がいつもよりなんかね、なんだろう、1.5 音ぐらい低いん。そしてね、なんかいつもアハハハって抜ける音がね、なんかね、スタッカートなんですよ。簡単になんかトトトトトっていう笑い方をしてるので、これはね、後で僕完全に怒られるパターン。さあ、まあ気を取り直していくよっていう感じでね。さあ、どうしようかな、ね、やっぱ喉寝てるね、完全にね。どうしようかな、まあじゃあ、まあ喉が寝てるのであれば強制的に起こしに行くと死ぬから、今リリリリとか見えたけど、多分ねこれやるとね、僕50分ぐらいからもう声が出なくなる。あー、どうしようかな。よし、じゃあこれかな。あ、いや、あー、まあそうだな。じゃあ1355幽霊戦お願いします。まあなんでこんなね低いところから今日テンション入ってるかっていうとね、いろいろあったんだよ。まあ、それでは聞いてください。55幽霊戦。ワン、ツー、スリー。音源はですね、残念ながらカラオケで撮ってきたから音質はちょっと期待しないでください。ちょっと病弱のセブンティー、枯れたインクとペンで絵を描いて、ついで吐いてまたマザーグース、夜は何度も泣いてまた明日。まるで前のアンドロイ、僕の声と頭はガランド。いつも最低な気分さ、君に愛されたいと願ってたい。ずっと病欠のセブンティーン、曇らないまま今日も空き缶に、空のライカンとペーパーバッグ、バカみたいに呼吸を詰め入れた。愛も変わらずにアンドロイド、君は本当の嘘で騙すんだ。あにゃにゃにゃ、さあどこ行った。君の目には見えないだろうけど、そんなこんなで歌っては更新する幽霊戦だ。良いも悪いもいよいよない、完成な街を行く。てててて、電光板の言葉になれそうね、行けかすかな言葉探せ。変遷状の扉壊せ、見えない僕を信じてくれ。少年兵は声を紡げ、そこの家粒子の出口隠せ。遠い昔のおまじないが、あんまり急に笑うので、あんまり急に笑うので、
ちょっと病弱のセブンティーン、今日も映画みたいな夢うつつ、愛も絶え絶えの景色だ、そこでどんな夢見てもしょうがない、まるゼンマイのアンドロイド、お仏ヤンキー郊外メランクリン、知ってほしいんだ全部、そう君の手を引き連れて話すのさ、そんなこんなで歌っては目を向く幽霊船だ、前も後ろもいよいよない、なら全部忘れて、わー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 、タタタ太陽系の奥へ進め、飛び込め1,2,3で待ってかね、変遷状の扉壊せ、まんまの言葉信じてくれ、扁桃体の枠を使え、ほれみのそんなにせぐり上げて、遠い昔のおまじないが、たちまちのうちにはびこれば、たちまちのうちにはびこれば、さっさっさっさ、3000年の恨み放て、止め止めみんなで隠せ気持て、変遷状の扉壊せ、本当のことさ信じてくれ、幽霊船は怒り散らせ、見てろよ今度は修羅に落ちて、遠い昔のおまじないが、あんまりな嘘と知るのさ、あんまりな嘘と知るのさ、1,2,3,4,5,6,7,8,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 
I want beef. You don't shoot chicken. ある日、俺の友達がそうこう言ったんだ。ミュートっていい人とまり。それから。奴らはそれをネタにしやがる。例えばゴミを片付けているとき、奴らはこう言うんだ。ミュートさんっていい人だね。そして彼女もこう言ったんだ。ミュートさんってほんといい人。はい、どうもありがとうございました。いい人でした。あのね、実はいや、なんかね、そうなんですよ。基本僕、まあご覧の通り、基本ミスターいい人止まりなのでミスターいい人止まりなので、いや、いい人だけど無理みたいなの多いんですよ、基本的に。で、そういう話を今お世話になってる舞台の劇団の人とかに言ったら、それをね、しきりに言われるようになったんですよね。例えばゴミを集める、いい人だね。女性キャストに言われたんですよ。ほんとミュートさんっていい人。あのね、言い方とか間とかね、何なんですか。本当にやだよ役者、本当に怖いよ役者もう。まあね、だからなんか例えば芝居の練習とかしてる時も、それじゃなんかいい人だよねとか、やめてみたいなね、そんなね、あの感じで生きてますよ。今日も頑張って前を向いて生きてます。ミュートは今日も元気だよ。はい。まあね、まあでも結構真面目な話、リアルに悩み始めて一回どこをどうすればいい人じゃなくなるのかなって思ったことあるよね。まあでもね、もうしょうがないことだと割り切ることにした。はい、僕はもうそういう生き物なので、どうせ狡猾にもずるくもなれないのでもうしょうがないよ。まっすぐボール投げて、誰もね、振ってくれないっていうね。え、振られんのか。まあいいや。さーてと、じゃあそんな感じの曲歌おうかな。ちょっとミュートはいい人が登録されました。ちょっとそう、寝坊はするのにいい人ね。うん、まあいいんですよ、もう頑張ります。いちさん、からくりピエロお願いします。いやーねー、なんかね、
昨日、まあ、仲のいい友人に言われたのが、なんかミュートってさって、女性に対して毒もないし、欲もないし、あとは熱もないよねって言われたんですよ。熱もないは失礼だろって、意外と熱ぐらいあるよって、まあ、毒はないかもしれないけど、熱ないってまるで僕がね、全然熱さないみたいじゃないですかね。まあいいや、聞いていただきましょう。カラクリピエロ。そう、意外と熱はあるんだが、気づくとその熱は高すぎる温度だった。でも僕はそんな自分の熱を噛み殺そうとして、いつも熱がないように振る舞うのだろう。だからこそ、そのよくわからない温度差が彼女と僕を遠ざけるのかもしれない。そう、僕がいい人と言われるのは、きっといい人であろうとし続ける、そんな自分自身を守るための言い訳だったのかもしれない。聞いてください、カラクリピエロ。待ち合わせは2時間前て、ここに一人それが答えでしょう。待ち行く人、流れる雲、僕のことをあざ笑ってた。それは簡単でとても困難で、認めることで前に進めるのに、信じられなくて信じたくなくて、君の中できっと僕は同化しなんでしょう。はあ、回って回って回り疲れてを、息が切れたの。そう、これが悲しい僕の末路だ。君にたどり着けないままで、僕を乗せて地球は回る、何も知らない顔して回る。1秒だけ呼吸を止めて、何も言えず立ちすくむ僕、それは偶然で、そして運命で、知らない方がいいと知ってたのに、触れてしまったの。君のぬくもりに、その笑顔で、その仕草で、僕が壊れてしまうから。いつもいい人で止まっちゃうんだね。仕方ないね。しょうがないよね。そんな日もあるよね。でもどうすればいいんだろうな。ちょっとアンケート取るか後で。回って回って回り疲れてを、息が永遠に疲れてを、息が止まるの、息が止まるのか。回って回って回り疲れてを、息が止まるの。もうやめた、ここで君を待つのは、僕が壊れてしまうだけだ。こう変わって変わって変わってゆくのが、を怖いだけなの。そう、僕は君が望むピエロだ。君が思うままにあやつを打てよ。そう、きっとこれは僕の一人舞台。旗から見たら滑稽に踊るピエロとしかなかったのだ。そう、ただ道化師はその道化を全力で演じ続ける。誰かがそれを見て笑顔になると信じて。届かない道化師の思い、カラクリピエロ。
ってみた。かっこ笑い。あっと、ミュート。さあ、ということで、明るく入ってきます。ミュートですよ。こんにちは。どうも、ミュートだよ。あのね、なさっきはね、ミュートおじさんがね、ネガティブになっててごめんね。ミュートおじさんね、だいたい1ヶ月ぐらいは結構へこんでたりすることあるけど、意外とその後は大丈夫だから大丈夫だよ。でもね、ミュートおじさんね、今汗をかいてね、少しずつ元気になってきたんだよ。デトックス、デトックス。ミュートだけに、なんかそろそろ黙れって話ですよね。でもね、よくね、ミュートってどういう意味って聞かれるんですけど、ミュートってね、音小さくするあれとかですよね。うん、まあね、まあそんな感じでね、ミュート今日も頑張っていきます。はい、ということでね、来ていただいたのはね、カラクリピエロでしたね。ミュートをね、頑張ったよね。このキャラ、いつまで続ければいいか、だんだんわかんなくなってきたよね。うん。何歌おうかね。そんね、この声で歌える曲とかあるのかなって思ったけど、この声で絶対歌えないよね。うん、強いて言えばこれか、リンちゃんなおか、やめよう。この声でリンちゃんなお、どういうことになるのね。やってみるか。じゃあ、リンちゃん。リンちゃん小耳に続けてね、いつ気づくかなって思ってた。リンちゃんが出かけたのに僕は気づかず、夕方帰ってきたリンちゃんがね、小耳カチューシャ握りしめて真っ赤な顔で睨んできたから、ちょっと反射しようかなって思うわ。いや、リンちゃん、強い方、恐ろしいなるの見て、さらに強い方、強い方、リンちゃんがビクシブで鏡になり、R18 解釈をかけるのを全力で射撃したい。ボーマス会場ではリンちゃんに旅客を出してもらいたい。でもね、強烈な違和感を発するペタコの胸が超可愛いのまで、もう間違えるって言ってもらうのね、追いかけてね、後ろからね、ギューってしたい。朝起きるといきなり成長してたリンちゃんにどうせついか分からないで、ね、食事中もね、おとばしくないなんてね、ピンクのお茶碗とか使わせたらむしろなんかそれもいいかなって思って、ね、あ、リンちゃん、お皿洗うとかそんな、僕がやるよ。リンちゃん、なおでごじゃる、なおでごじゃる、リンちゃん、かわいいよね。だからね、ミックのスカートもいいから、リンちゃんの中で、キュッとってから、ほんとまずいからね、隙間からなんかね、ちょっと覗きたくなる衝突からあるよね。疲れて帰ってきたリンちゃんがちょぼいで隣に寝ておいて、そのままね、肩に寄りかかって寝ちゃってね、あったかくには痛い。リンちゃんが目を閉じて唇をこちらに向けるので、しばし動揺して守って、それをね、表に出さないように結局いい人で終わる。街で出会ったリンちゃんはなんとメガネつけてね、声かけたらね、普段はね、コンタクトなんだよって言うんだけどね、メガネも可愛いじゃんって言ったらね、なんか薄めて無言になっちゃった。ちょっと可愛いよね、リンちゃんね。ずっと前が死ねちゃってメールをね、リンちゃんからもらって、ね、ドキッとしたんだけどね、嘘つくなって送るとね、バレたって、こんなメール送られるの君ぐらいだからさって来たのとね、もちろん嘘ってね、来るの、こういうのね、こういうのどういうことかっていうのね、いい人なんですよ。これ、いい人ってこれでしょ、なんかね、試されてるのね、なんかね、なんだ、よくね、死ねしたとかね、なんかね、ミュート君のことは好きだよとかよく言うんだけどね、なんかそれってね、結局ね、なんかよくよく聞いてみたらね、なんか友達として好きとかね、そういうことが多くてね、だからなんだろう、その、なんだろう、男性としてっていうか、友達として信用されすぎてるがゆえに、いい人で終わるっていうのがきっとダメなんだろうなって思うんだけどね。だからなんかそういうメールとかじゃ実際来ることもあるんだけどね。なんかね、僕が勘違いしてるだけみたいな終わり方をするんだよね。なんでなんだろうね。リチャンナー。ミュートは大切な何かを失った。なんだろう、今なんかね、すっきりしたけどね。すっきりはしたんだけど、なんかね、なんだろう、心の中から何かが抜け落ちたような気がする。しかも、マジっすか、ありがとうございます、こんな番組に。いやー、ね、リンちゃんなおでしたね、ほんとね。いやー、あの声疲れるな、思った以上に。はい、そんな感じでね、多分今日のクライマックス今のリンちゃんだと思うんだよね。まあそんな感じで、初めましての方は初めましてミュートです。なんかいろいろ歌ったり喋ったりしてますよ。さあ何やりますかね。じゃあイチさん、そろそろ今日の課題曲を一回やっておこうと思います。じゃあペテンシさんを、はい、先週というか前回かな、リクエストいただいた曲で、ペテンシが笑う頃にって曲ですね。でもなんかね、
これ朝頑張って覚えたんだけど、ちょっとうろ覚えだったらすみません。そしたら来週また頑張ってきます。それでは聞いてください、ペテン師が笑う頃に。愛されていたのは君じゃなくて僕自身さ、声の聞こえる方へいざまずいて空を拝む紅さみたいの死にたがりのピエロは化粧もせず間抜けずら、夜更かしもほどほどに朝が来るよ、逃げなくちゃどこへ。騙さな上手はどこ上手、他人の不幸は三つの足、暴れ吉でなじり裸、渡る世間はバカばかり。ペテン師が笑う頃に安い不幸自慢でお涙ちょうだい。ペテン師が笑う頃にわめく気違い、善人ピュアな人外、都会に開く花のようになんて気づかなければ無意味な存在。あさっての今頃にはその身に低い体を忘れてしまいたいの、ブラウンエンドの死体にあれないの、リアルじゃない。そんなに怖いのなら念仏でも唱えなさい。南無阿弥陀仏、幸せは青い鳥、羽がもげればただのゴミ、騙されるアホに騙すアホ、同じアホなら笑いましょう。ペテン師が笑う頃に薄っぺらいプライド語ってちょうだい。ペテン師が笑う頃に語る自称競争様見にくい集体、ありきたりなラブソングなんて退屈すぎて聞きたくないわ。愛の形探すよりも先にするべきことなんなのか知ってるでしょう。夢から覚めた羊たちは眠ることもできず、回る回るいつまで、どこまで迷子なら、さあおいで、もっと愛せ強くしゃぶれ骨の髄まで。ペテン師が笑う頃に安い不幸自慢でお涙ちょうだい。ペテン師が笑う頃にわめく気違い、善人ピュアな人外、都会に咲く花のようになんて5分もすれば忘れる存在。あさっての今頃にはその醜い体を忘れてしまいたい。敬意ある君にこの言葉を送るわ。ペテン師が笑う頃にでした。やってみた、かっこ笑い、アットミュート。はい、ありがとうございます。ペテン師が笑う頃にでした。うん、なんか頑張ればもうちょっとちゃんと歌えそうだね。ということでありがとうございました。ちなみに小芝居はですね、確かに BGM がかかるとやるっていう傾向はありますね。なんかその BGM に合わせてなんか小芝居やるっていうのがね、誰が決めたわけでもないんだけど、勝手になんかこの番組のルールになってますよ。誰が決めたわけでもない。でさっきのリンちゃんナウは本当に不意打ちでなんか流れたからどうしていいのか分かんなかったけど、まあ意外と自分の心の内をあれできたよね。そう、なんか前話したかどうか覚えてないんですけど、声優の養成所に通ってた時に何年、5、6年前にそのすっごい大好きだった彼女がいて、2年もうすぐ3年っていうところだったんですけど、浮気されて別れたんですよ。っていうことがあり、そしたらなんかね、エチュードって言ってその即興芝居をやるあれがあったんですね。授業があって、例えば5人グループだとしたら4人でそういう流れを作って、1人は全く流れを知らずに教室に入ってきて
自分がどんな役をやってるか、どんなことをしてるか、何を言わされたいのかっていうのを意識してっていうか、まあ察して演じてくださいみたいなのがあったんですね。そしたらね、まあ本人が言うには事故らしいんですけど、その一人だけね、僕の事情知ってるやつがいて、そいつが言うには事故らしいんですけど、お前らもうすぐ結婚なんだろうみたいなことを言って、なんか彼女役みたいなのがいて、あ、そうか、この子と彼氏彼女の芝居すればいいんだなって言って、なんか動物園かなんか歩いてて、私飲み物買ってくるって、その子がいなくなったら、急にもう一人の女性が僕の手を握り始めた。そして意味深に僕を見て笑う。そう、これはまさか、気づいてしまった。このシチュエーションは浮気だ。しかもされる側じゃない、どうやら僕が知っている側のようだ。飲み物を買って戻ってくる彼女、なんか二人雰囲気おかしくない？そんなことないよね。もう一人の彼女が言う。僕は悩んだ。芝居を続けるかどうかもそうだが、果たして本当にこの状況で彼女は何を思ったのか、それを本気で考えてしまったんだ。そして僕の口から出た言葉はたった一言、短い言葉だった。ごめん、二人とも好きなんだ。口にしてから驚いた。それはちょうどその一週間前、僕が彼女に言われた言葉だった。はい、そんなことがありました。ね、一通り芝居やってる時に言われたことが全部フラッシュバックしてね、途中で、別にあなたのことを嫌いになったわけじゃないの、でもね、当時もないの、もう好きになっちゃったんだもんとか、なんかね、そんなこと言われたのを全部頭の中でフラッシュバックして、なんか言われたセリフがそのままパラ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 、なんか僕じゃない何かから口からドラーって出てました。で、終わった後に迫真の演技だったなって言われたんだけど、そりゃそうだよ、リアルだもん。で、終わった後に、その芝居が終わった後にそいつは思い出したらしくって、本気で俺の肩を叩いて、ミュートさん、ほんとすいませんでした。いや、いいんだよ、あのね、ネタにできるってことは少しは立ち直ってきたってことだと思うから。でもね、なんかね、飲みに行こうっつったら、あれね、あれダメだよ。ダメだよ、あれは、軽く涙出そうだったもんね、あれね。まあそんなことがありましたよね。ちょっと、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、なんか今日はいい日ですね。はい、なんかみんなが優しくてミュートは嬉しいです。じゃあ、そんな感謝の言葉を伝える曲をやろうと思ったけど、僕の持ち歌っていうかさ、ここに入ってる曲ってさ、基本的に全部あれですよ、暗い曲ばっかですよね。順当にいくなら歌に形なんでしょうけど、ちょっと早いよな。じゃあここら辺かな。1さん、ワンダーランドと羊の歌をお願いします。いや、なんかありがとうございます。なんかこんな番組を宣伝していただいて、失恋した甲斐があったというものです。それでは聞いてください、ワンダーランドと羊の歌。なんでもないような顔して犬ご機嫌そこ寝てるバウアウト。今日はレイニーデイ、レイニーデイ。屋根の上で少女が泣き濡れてはリンゴ飴を舐めて空を見た。今日はレイニーデイ、レイニーデイ。カンテラ持って歌歌って明日の準備をこしらえて賛美の言葉唱えようぜ。ほらハイネリンラン、ラン魚の面で歌歌って有刺鉄線を飛び越えて遊ぼうぜ、笑おうぜ。くだらない愛を歌うこの街の中、明かりを灯せば何にもない。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、ほら合図で君に会いに行こう、新しい日を迎えに行こう。ラッパララッパララッタパラ、ラッパララッパララッパッパ、ラッパララッパララッパッパラ、パラララッパッパ。
なんて名前かも忘れてまた赤電話が鳴りワウワウと今日もレニーデイレニーデイ。タバコの煙濡れちゃってまたむせ返る路地裏去って歩いてったレニーデイレニーデイ。アンテナ立ったらもういいかい、商店街から顔出して泣いてる子には唱えようぜ、ほらハイネリランラさよならばっかり詰め込んで二日廃藩を背負い込んで泣かないで揺れないで右手の上で回る地球儀を左手の手で冷やらそうか、空の色が変わるその時に胸に残るのは君のこと。ハッハッハイヤッハ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 イヤッハッハッハイヤッハ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 イヤッハッハッハ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 イヤッ。まやどり駄菓子屋で神様の帰りを待った、さあ歌おうか羊の歌、君の手のそのカンテラが全てを照らす太陽なんだ。君が歌を歌うこの街の中、明かりを灯せ素敵なこと。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、ほらあいつで君に会いに行こう、新しい日を迎えに行こう。トンネルの先には何がある、街の外に踏み出してゆく。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、ほらあいつで君に会いに行こう、新しい日を迎えに行こう。ラッパララッパララッパッタララッタララッパラッタッタラッタララッパラッタッタララララララッタッタラッタララッパラッタッタララッパララッタララッパッパラッパララッタララッパッパラララララララッパッパ。ハイヤッハッハイヤッハッハイヤッハッ。やってみたかっこ笑いアットミュート。はい、聞いていただきました、ワンダーランドと羊の歌でした。トロドーンあのぶら下がってるのはトロです。はい、ね、うちの嫁です。はいもういいよ、無機物でいいよもういいよもう無機物で。はい、ということで聞いていただきました。ちょっと楽しげな曲を歌いたかったのでね、そうそう、ハチさんの曲なんですけど、さっきのゴーゴー幽霊船っていうのも実はハチさんなんですよね。あれハチさんが自分の本名名義で歌ってる、いわゆる J-POP になるんですか、うん、そんな感じの曲ですね。まあリクエストいただいた時にすっごい曲リクエストしてくるなって思ってね、音源探したらないからカラオケで頑張って IC レコーダーでこうやって撮るっていうねそしたらなんか音質があまりにも汚いって言って、まあ、以前ゲストで来ていただいたノバさんが編集してくれたまあそんなことがありましたね。さあさあさあ、そんな日のことをどうも今日も頑張りますミュートです。さーてと次はどうしようかな、せっかくなんでギア上げてきますかじゃあイチさんクレヨンお願いします。まあちょっと激しめの曲ですね。まあ、都市伝説赤いクレヨンをモチーフにした曲でいいのかなと思います。それでは聞いていただきましょう、クレヨン。
閉ざされたドアに錆びついたら緊張やっせこけた胸の奥に響く鼓動はかすかか続けた壁にもたれて泣き叫びわめいても届きはしない僕のこの声を壊れた心を奪われた権利を消された存在を伝えてよお願い出して出して出してここから出してもう二度としないからこれからはいい子にしてるからどうか許してごめんなさいごめんなさいごめんなさい真っ暗な場所に一人ぼっちは怖い怖い怖いの薄れてく意識の狭間に浮かぶ色ポケットの中で折れて砕けたクレヨン途切れ途切れの呼吸に混じるおえつが空気を枯らして僕の残り時間を削り取ってゆく間違ってるんだきっと夢でも見てるんだ狂いかけたのが嘘つく何も見えないくらいくらいくらい部屋の向こうでかき散らすしっこい手のひらに滴り落ちる赤誰か助けてお願いですまだ生きていたいんです届かぬ悲鳴は傷だらけの壁に吸い込まれて消える早く僕を探して百数える間にねえ誰か僕を見つけて目印は赤いクレヨン冷たい床に転がって泣いているまるで擦り切れた人形みたいにまぶた閉じても開けても同じ色しか映らない瞳を誰か壊して肩だらけの腕が足が首が胸が痛いよ塊の体が音を立て崩れ果ててゆく僕はなぜどうしてこんな場所で倒れているの地上感の淀みは白い壁の奥にドアに閉ざされてお願い出して出して出してここから出してもう二度としないからこれからはいい子にしてるからどうか許してごめんなさいごめんなさいごめんなさい枕な場所に一人ぼっちは怖い怖い怖いの笑いアットミュートクレヨンでしたはい、ということで聞いていただきましたクレヨンでした。はい、あれですね、これ確かビブコさんの曲かな、呪いのすすめが好きですけどあれ僕が歌うといろいろなんか不思議なことになるからやりません。はい、ということで聞いていただきました。さあ、まあコメントなんだっけ、
ほら、失恋だけするだ、できるだけいいって言うしって、まあね、うん、そうね。そう、今回ね、全然、なんか太ってないんですよ。あー、ごめんなさい、主語が抜けました。あの、基本、僕なんかね、辛いこととかあるとね、ひたすら食うんですよ。で、それを通り越すと何も食べれなくなったんですね。で、今回はなんか普通に食事できてるから意外と平気なんだろうね。まあ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 。さあ、ということで、クレヨンでした。まあ、まあ、そうだな、テンション上がる曲だったから、そうだ、そろそろ定番のあれいきますか。じゃあ、いちさん、パンダヒーローお願いします。まあ、ミュートが一番歌いやすいなって思う曲ですね。まあ、同じくハチさんの曲、まあ、羊の歌に続いてか。それでは聴いていただきましょう。パンダヒーロー。廃材にパイプサービス処理目見に狂った絵画の位置黄色いダファンに注射の針とホームベースに星の手お駒にならばあいつを呼べ送電灯が囲むグラウンド白黒曖昧な正義のヒーロー左手には金属バット ノイズだけ吐いて犬ラジオフラフラにネオンバニガール相場はオーディムの種一つ奥の方に飲まれてく一つ頼むぜお願いだカラカラのリング差し出して何でもないような声でぐずってさどこにも行けないねパッパッパラッパッパッパラッパッ煙る蒸気喧騒の目パッパッパラッパッパッパラッパッここで登場ピンチヒッターパッパッパラッパッパッパラッパンあれはきっとパンダヒーローパッパッパラッパッパッパラッパンさらばおとといサーチライダータニバリズムと言葉だけ歌うアンドロイドと遊んでるきっと嫌われてんだ我がヒーローきっと望まれてんだほらヒーロータニバリズムと言葉だけ歌うアンドロイドと遊んでるきっと嫌われてんだ我がヒーローきっと望まれてんだほらヒーローパッパッパラッパッパッパラッパン狙いくらむ最勇敢パッパッパラッパッパッパラッパンここで登場ピンチランナーパッパッパラッパッパッパラッパーつまり2点ビハインドパッパッパラッパッパッパラッパーうまくいかない感情制限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 バケツかぶった猫が鳴く一人また一人消えてゆく今さらどうしようもないこのゲームさどこにも行けないなパッパッパラッパッパッパラッパンガナルバイタ冒険の目パッパッパラッパッパッパラッパンブザークモノコケホットパッパッパラッパッパッパラッパンあれはきっとパンダヒーローパッパッパラッパッパッパラッパンさらばおとといサッチライダー壊して回れブラウンカーさらばおとといサッチライダーかっこ笑いアットミュートきいていただきました。パ
パンダヒロデンサー。いや、あれちょっと。まあ、別にそんなに太ってないって言っても、もともと太ってるから大して問題はない。はい、どうも、下っ腹がね、あのベルトの上に乗ってます、ミュートです。まあね、あ、なんかコメントで嬉しいのいただきましたね。そうか、薬酒って理にかなってんすね。まあでも、大体、そうだな。なんか、失恋すると飲むカクテルとかって皆さんあるもんなんですかね。なんか、僕、とりあえずウイスキーなんで、そう。とりあえずウイスキーショットでとか、あと、アースクエイクとか飲みますね。なんか全てを忘れたい時に飲むのがアースクエイクかな。そう、あとは好きなカクテルだとジャックローズ、シルバーバレットとか、カクテル辞典とかやっぱり中二病にかかると読むじゃないですか。それで名前がかっこいいのばっかり選ぶんですよ。そう、ジャックローズなんか強そう、シルバーバレット銀の銃弾、サイレントサード、なんだサイレントって、まさか沈黙の第三機関、アースクエイク大地を揺るがす力とか、なんかそんなこと思いながらカクテル頼むんですよ。でもね、逆にね、神風とかになるとメジャーすぎて頼まないんですよ。なんかあんまり知らなそうな中二病っぽいカクテルをなんかね、頼む俺かっこよくねみたいな、そういう病気にかかってるので、例えばカナンカナンいらっしゃいませ、シルバーバレットとか、そういうマティーニって言わない、マティーニって言わない、シルバーバレット、お客様お次は何しましょうか、エンゼルフェイスとか、なんかね、そういうのばっかり頼むんですね。なんかそういう中二病の俺好き、意外と自分で自分が好き、はい。はい、全然関係ない話したら、まあそんな感じでパンダヒーローでした。ちょっとコメント見ます。なるほど、田村さんか。シーバスリーガルとジャックダニエル、ああそう、僕ジャックダニエルしょっちゅう飲むんですけど、シーバスまだ飲んだことなくて、そのうちよし、じゃあせっかくだから飲んでみよう。ちなみによく飲むウイスキーはグレンリベットの12年ですね。あとはワイルドターキー8年、まあそのあたりかなと思いますけど、まあ急にバーの話をしてもしょうがないですね。さあ、お便りいただいたので読みますよ、唐突ですけど。埼玉県ローザさん、いつもありがとうございます。はい、リクエスト、いい人のミュートさんに耳のあるロボットの歌をリクします、よろしくね。ちょっと待て、いい人のって別に関係なくね。ありがとうございます。これからもミュートはいい人で頑張っていきます。ねえ、基本あれなのかな、強引さが足りないのかな。いやでも俺ね、これ一晩ぐらい考えたけど答え出なかったからやめる。一晩家でウイスキー飲みながら、なんで俺いい人止まりなんだろうって結構考えたけど、結局性格だなっていうのが分かったから、それと違うことやっても多分ダメなんだろうなって思ったからやらない。さて、あ、ちょうど1時間ですね。じゃあとりあえず、まあ歌うのは歌うとして次回告知しときますか。次回はですね、7月の12日木曜日、また平日ですよ、はい。平日の、2時から放送予定してます。で今、ちょっと打診中なんですが、ゲストさんを呼ぼうと声かけてます。先ほど、話題に出たノバさんを、はい。残念ながらですね、役者として歌い手として僕の3ランクぐらい上の方なんで、例えば僕が歌ってみたを動画でアップしてみたりするじゃないですか、ニコ生の再生数を決して超えないんですよ。決して超えない。例えば100人来場していただきました、動画の再生数見る14とかね。でもそのうち3回ぐらい僕じゃないですか。だから多分ね、動画上げても意味なくねって一さんに言われて、僕は黙ってうんって言うしかなかった。でもその十何再生のために一さんはものすごい編集をするので、動画の編集とかね、まあ音声は編集してないんですけど、そういうルールなんで、まあまあまあ、今打診中なので、僕が一人で来たらいい人にもなれなかったってことでね、そんな感じでよろしくお願いします。さーてと、じゃあ何歌おうかな、そろそろゆっくりめの曲を歌っていこうかしらというところで、そうですね、なんかちなみにリクエストある方とか、僕の歌える曲だったら歌うので、ちなみに耳ロボは思い切り失恋の歌詞ですとか書いてあるけど、まあいいよ、前を向いて生きていくよ。じゃあそうだなあ、やってみるかこれ。いつさん、ちょっと狐の嫁入り出していただいていいですか。しっとりした曲にしようって言いながらめっちゃヤンデレの激しいのやったけどね、よし。さてさて、まあね、この曲はあれですよ、新生ヤンデレの曲ですね。でもね、意外とね、ヤンデレに好まれる性質あるんだよな俺な。それでは聞いてください、狐の嫁入り。
雨が降りしきる中、狐は男を待っていた。そう、浮気される原因、友人に言われた。お前、相手を安心させすぎるんだよ。てね。どう不安がらせればいいのか教えてくれよ、この口調。とある夜の夜の夢にひどく胸を焼かれては、心かき乱されるパラノイア。獣ゆえの性分か、甘い蜜に従順な好み焦がし、今宵も加減の月を睨む。二つの世を分け隔つもの、この手で切り刻むために、水鏡に映る姿さえも変えてみせよう。通り雨で終わるなら、泣いて泣いてそれでも泣いて、大きな海になったなら、あなたは溺れてくれますか。寂しき秋の夕暮れも、舞い散る雪へと移ろう、馳せる思いの丈も降り積もる。一目今一目よと、せく心を眺めては、玉揺らの大勢と足早に闇を駆け得る。夢の花かんざしにして、昔倍の数よりも、糸まごいのわびしさに幾度も枕濡らす。通り雨で終わるとも、愛し愛しそれでも愛し、千里の山も越えたなら、私を愛してくれますか。宿命に抗いながら、恋歌紡ぐ春のように、愛しき人微笑むその先に女の影。とりあえずとも愛し愛し愛し疲れて、馬鹿し合いに勝てぬなら、いっそ二人で三つの船間を越えて、共にガキの責任を犯され、神戸さえも愛し、これが私の署名に。自信を見すんだらほどなく参ります。キツネの嫁入り。やってみた。かっこ笑い。アットミュート。ありがとうございました。狐の嫁入りでした。最後サクッと刺
される感じですね。はい、まあいろいろコメント見ましたけど、 DT じゃないミックンよりマシって書いてありました。まあ間違いなくミックンって書き方をしてるってことはきっとまあミックンを知ってる人なんでしょうけど、まあミックンを知りたい方はあの地獄のミックンとかで検索すると出てきます。まあね、僕の友人であり舞台仲間であるミックンですね。あの女性と付き合ったことのないミックンですね。はい、あのそれも散々ね、ネタにされてるミックンですね。あのミックンが自分で自分を慰めるときをあの彼の名字を取ってんんるっていうなんかかわいそうな単語をつけられてるミックンですね。はい、え今日お前どってきたのみたいな感じで、まあ、彼の名字を取ってね、あのそういうあれが起きたりしてます。そんなミックンです。そんなミックンです。これ本人見たら怒るだろうな。でもね、なんだろう、ヤンデレに惹かれるしヤンデレに好かれるのは確かにありますね。はい、まあね、なんかね、まあでもわからないもんですよ、そんなね。頑張って生きていきます。はい。さーてと、どこら辺か歌っとこうかな。そうだな、なんか、確かにミックンディスられすぎですね。ごめんねミックン。ああ、なんかミュートさん久しぶりに見た気がする。ありがとうございます。まあミュートさんね、確かに、まあ月2回だからあれですね、美容院とかよりはペース早い感じですかね。まあ、僕月1回ぐらい髪切るんで、まああれですよ、髪伸びるの早い人っていうのは基本的にエロいって言うけども、まあエロいのは事実。ただそのエロくなったところでぶつける相手はいないけどね。さーてと、じゃあそうだな、そうだな、何にしようかな。なかなか悩みますね。あー、そうだな、ちょっとしっとりしたの歌おう。じゃあね、よし、どっぷり失恋の歌いこう。じゃあ一さん、From Y to Y お願いします。あ、ちょっと待って、一さん、はい、ちょっとFrom Y to Yの前にモチベーションリク入ってたんで、モチベーションでいいですか。コメントね、たまに見落とす。すいません。じゃあ明日面接なんですね。はい、頑張ってください。なんていうか、面接のコツはよくわかりませんが、僕なんかとりあえず笑いを取れば勝ちだと思ってる人種なんで。よし、今日面接で笑い取ったっていうのなんか勝ちなんですよね。でも一応僕バイトの面接は落ちたことないので。そう、落ちたことないんですよ。必ず笑い取って、でもそれ真似しない方が多分いいと思う。ミュートさん昨日の夜ぶり、俺昨日の夜何してたっけな。いや、俺昨日の夜会ってたの多分ヨッシーぐらい。まあいいや、それでは、それでは聞いてください、モチベーション。ララララライララララライララララライララララ、なかなかない、したいことやりたいことない、割にやることばかりが多いな、理にそれなりになる、あ君のこと忘れてた、思い出したモチベーション、イエーイエーイ、こんな夜中になったやる気行くとも言うのかな、明日は仕事だけどそんなこと知らないよ、大好きな君を思ったならば、もう少しだけ、もう少しだけ、こんなやる気になったぜ。なかなかない危険、石器時代よりは豊かなはずなんだけれど、どうだろう、複雑化するシステムのためのまたシステム、保つべきはモチベーション、イエーイエーイ、こんな夜中になったやる気行くとも言うのかな、明日は仕事だけどそんなこと知らないよ、大好きな君を思ったならば、おやすみなさいおやすみなさい、こんなやる気になったぜ。俺たち毎日仕事だか労働だか消費してんだか生産してんだか分かりゃしねえが、モチベーション必要な時は音楽、はい、そいそいそい、イエーバッハ。
大きな声でモチベーション Yeah, yeah。 こんな夜中になったやる気勇気というのかな。明日は仕事だけどそんなこと知らないよ。大好きな君をもっとならばもう少しだけもう少しだけこんなやる気になったぜ。正直言うとダメかもしれない、ダメかもしれない、正直ダメかもしれない、ダメかもしれない、ダメかもしれない。わかった、わかった。外やる気になったぜ、yeah！ 大好きな君も大好きな君のこと、この胸にララララライ、ララララライ、ララララライ、ララララハウ、ララララライ、ララララライ、ララララライ、ラララララ、ラララララ。面接頑張ってください。やってみたかっこ笑いアットミュート。はい、聞いていただきました。モチベーションでした。面接頑張ってくださいね。きっと笑い取ればなんとかなります。はい、またお便り来てるので紹介したいと思います。お名前、公式コメントさん、コーナーリクエスト、こんにちは。今もコメントをしている公式コメントです。アルファ内からメール？なんで？どういうこと？この近い距離でメール？リクエストするのを忘れていたので、忘れないうちに今します。いい人のミュートさんだから絶対歌ってくれるはず。いい人ですからね、頑張りますよ。はい、家の裏でマンボウが死んでる P の15年男子のネチネチをお願いします。じゃあまたコメントに戻りますね。へへーっていう、まあタイトルからして嫌な予感しかしないけど頑張って覚えていきましょう。あれですか、次回のゲストは公式コメントとかあるんですかね、そのうち。歌いたいなとか書いてありますからね。それはアルファ的にイチさん大丈夫ですか？ちょっと今コメントに困るイチさんがちょっと可愛かった。まあ公式さん、ゲスト公式コメントって日が来るかもしれないのでよろしくお願いします。でね、自分で歌いたいって言ったんだもんね、これね。だって今コメント見たら、最近カラオケ行ってないな、歌いたいなとか書いてあるじゃないですか、もんね。いや、これは公式コメント、もしかしたら、公式コメントもヤンデレ設定。まさかの。俺の周りヤンデレしかいねえな。いや、何、カラオケ行きたいって言ったんですよ。まあまあまあ、あれですね。ツンデレだから素直になれたの。で、別にあんたと一緒に歌いたいって言ったわけじゃないんだからっていう、あれですね、公式独特のね、ってやつですね。はい。まあ、こっからコメントが消えたら多分、こっからあまりコメントがなくなったら僕が後で怒られるパターン、パート2です。俺、どれだけ怒られればいいんだろうな。じゃあ、イチさん、じゃあ、今度こそ、いきますか。選曲。はい、公式コメント、ヤンデレ属性、好きすぎて殺したい感じとか、なんか不穏なことが書いてあるんですけど、公式さん、なんか噂によると氷川さんに嫉妬してるって話ですからね。なんか公式コメントのコメントでよく、まあね、今ここに猫に氷川さんっていうね、猫がアルファに出入りしてるんですけど、まあその猫が来るたびに公式コメントの目がね、殺意に満ちた目に光るんですよ。いや、たまに怖えなって思いますけど。それでは失恋の曲を聴いていただきましょうか。じゃあ、イチさん、今度こそ From Y to Y をお願いします。まあたまにはバラードですね。それでは聴いていただきましょう。 From Y to Y。背中を向けて君は歩き出した。
交わす言葉もないまま揺れる心の中子供のように叫んだ行かないで行かないでね背中を向けて僕は歩き出した涙落ちる前に行かなきゃ幸せすぎるのは嫌いだと偽った強がって手放した理想の未来未来未来取り戻せる願い願い願いを少し広く感じるこの狭いワンルーム心の隙間を広げるようだ少し長く感じるほんの一分一秒を君と過ごせたらと願うことさえ許されない世界なのかなたった一つの嘘でさえも君の涙を生んでしまう数え切れないほどの罪を重ねてきたその手に触れたこと君の隣でそっと生きようとしたこと今を一つ拾うたび過去を一つ捨てるような有限の記憶と時間の中そこに居座っただけの僕の存在などきっと君の記憶から消えるまた一人で夢を見るよ君の記憶をたどる夢を数え切れないほどの罪を重ねてきたその手に触れたこと君の隣でそっと落としたことも孤独の痛みで償うから君の記憶にそっといさせて変わらない気持ちでまた出会えたらいいねそしてまた手をつなごうその時までまたね
From Y to Y でした。やってみた、かっこ笑い、アット、ミュート。まあ、あれだよね。激しい系のバラードって熱唱すると結構スッキリするよね。でも多分なんですけど、マイクがプチプチ言ってるのは、そろそろマイクが僕の体から発する汗の蒸気に耐えられなくなりつつあるんだと思うんですよね。湿気とか熱とかに弱いみたいな話をなんかあれしてたのね。でしたっけ、イチさん。なんか僕の多分体温のせいすいません。で多分ね、唯一の解消方法はあれでしょうね、僕が汗をかかなくなることなんでしょうね。はい、ということで、まあ聞いていただきました、フロマイトでした。はい、まあね、まあまあまあ、でもこの曲もなんかめっちゃ前向きなようでめっちゃ引きずってますからね。なんかもう最初はね、なんか手放したなみたいな感じなんですけど、最後の方になるとね、もう戻れないのとか、また手をつなごうとか、そんな感じになってますよね。まあまあまあ、聞いていただきました、そんなね、From Y to Y でした。そういえば今日芝居してねえな。まあフラグじゃないですよフラグじゃないですよ。イチさんが今何かを決意したような間があったから怖かったけど、いや、とりあえず何か歌おう。そうだな、何にしようかな。ここら辺にしようかな。いや、でも最近歌ってない曲にしよう。そうだな。夏だしこれにしようかな。よし、イチさん、ファイヤーフラワーで夏ですね。結構初期の名曲ですね。では聴いていただきましょう、ファイヤーフラワー。最初から君を好きでいられてよかったなんて空に歌うんだ。詰め込んだ夢を打ち明ける場所を探し求めてこの街から出た。震える着信電源を聞いた。燃え出す導火線誰も止められない。世界の終わりが今訪れたとしたら全部ほっぽって二人永遠に一緒なのにね。 Like a fire cloud 僕が消えちゃわないように火の子散らせ夢打ち上がれ。最初から君を好きにならなきゃよかったなんて嘘までついて。慣れない景色不自然な笑顔華やかな祭りとは違ってた。繰り返す留守電頑張れの声涙で溶かせん消えちゃいそうだよ。宇宙の始まりが口づけたとしたら星空は二人こぼした奇跡の跡。 Like a fire cloud 君が見つけやすいように雷鳴のごとく夢と驚かせ。最初から君を好きにならなきゃよかったなんてバレてんだろうな。生まれも育ちもバラバラな僕ら姿も形もそれぞれな僕ら男も女もちぐはぐな僕らそれでも心を一つにできたなら。
途中が線香花火だとしたら一瞬でも二人照らすひまわりのように Like a Firecrower いつか夜空に大輪を咲かすその時まで待ってくれ最初から君を好きでいられてよかったなんて空に歌うんだ、hey! 愛フラワーでした。ありがとうございました。やってみた。かっこ笑い。アットミュート。おっとととととと。ありがとうございました。あれ、あ、なんか、弾幕が、ありがとうございます。いや、すげえテンション上がる。ありがとうございます。なんか、一段弾幕がありますよ。はい、ありがとうございます。一段弾幕がありますよって、ありのまましか語れない僕の語彙力のなさ。ありがとうございます。制限解除って何ですか？はい。すごい。はい。おお。なるほど。なるほど。なんか、裏のコマンド。なんか弾幕がしやすくなるように人間界にもなんか人間界でも使える力を解放するみたいなそんな感じですね。魔界からの制約が、すいませんでした。あれ。制限解除。言葉ぐらいは聞いたことがあるだろう、ミュート。制限解除は何のことだかさっぱり。いいからちゃんと聞け。わかったよ。制限解除は我々がこの地球いや人間界にいるときはある程度の制約がかかっている。その制約を外すのが制限解除。そんなこと言ったって制限かかってようがいまいが今の天使界の実力っていうのはちょっと力の強い人間ぐらいだろ。お前は重大な勘違いをしている。それは単なる運動能力の話である。運動能力以外に何があるっつんだよ。ったくもうこれだから昔の連中は頭がこう硬くて困るぜ。ならば見せてやろう。これが制限解除だ。いや、解除だって言われても何も見た目変わってねえんだけど。安心しろ、今の俺はだいぶ力が増している。そう、先ほどの私の 1.3 倍の力になった。いや、すっげえ微妙だぞ 1.3 倍って。それ風邪ひいてる時に 0.7 倍ぐらいになるじゃん力。 1.3 倍って多分ちょっとテンション。うるさい。いいからこの 1.3 倍の力を見ろ。まずはこのゆで卵を見ろ。ゆで卵？ほら、綺麗に切れていくだろう。これも 1.3 倍の力があるからこそ綺麗に輪切りできるんだよ。ゆで卵切るのって力必要だったんだな。コツだと思ってた。そう、お前はいいことに気づいた。ね、いいこと？力も必要だがコツも必要。そう、あり余る力があってもそれは身を滅ぼすだけ。だから制限解除をかけているんだ。制限解除をかけているって日本語おかしくて。上げ足を取るな。制限をかけているんだ。そういうことか。ところで気づいたら俺たち囲まれてるみてえだけど。どういうことだ。制限解除。そうか、奴らこの天界の力に導かれて。いいからそんな中二病なこと言ってねえでおっさん。やるぜ、俺にもその制限解除っつうの教えてくれよ。制限解除か。残念ながらお前はもう制限解除を知っている状態だ。そうか、知らず知らずのうちに俺はその力を身につけてたってことだよな。行くぜ、くらえ、ミュートバスター。ミュート、お前は私の言ってる意味を理解してなかったようだな。お前は制限解除した状態でそれぐらいの力しかないということだ。
さ、そういうのは早めに。ミュートミュートは犠牲になったのだ。作戦の犠牲にな。お花畑、どこだろうここ。なんかよくわかんないけど、すっげえふわふわして気持ちいいや。このまま眠っちまいたいぐらいだな。ミュート、なんか聞こえる。ミュート、なんか聞き慣れた声、でも思い出せない。ミュート、ミュート。夢か。俺は夢を見てたのか。制限解除、何のこと。この左手の傷、もしかして。そうか、分かったぜ。俺はこの力で世界を救えってことだな。ありがとうよ、夢にできたよくわかんねえ人。群馬であったような気もするけど、きっとこれが俺の新たな戦いの旅になるんだろうな。新番組ミュートクエスト群馬編、乞うご期待。ちょっと待って、どういうこと。出だしが悪かった。出だしが悪かった。ゾンビと違ってね、全然膨らまなかった、今回の話。やっべえ、膨らまねえ。制限解除で膨らまねえ。なんかずっとブリーチみたいなこと言ってるだけだった、俺。さあ、ということで、ちょっと水を飲まして。はい、1時間34分。さてと、なんか、挽回ってコメントが出てきてるってことは、まあ、ブリーチっぽかったんでね、やっぱりね。さあ、何歌おうかな。じゃあそろそろまた恒例のリクエストタイムいきましょう、いちさん。ではね、はい、4曲ぐらいリクエストを出すので、その中で聴きたい曲みたいな感じにします。はい、いつものパターンです。で、今のところはなぜか同率1位とかが3曲出るとかよくわからないことが3週ぐらい続いているので。おー、すごい。選択肢6個、9個になってる。9個どういうことですか。いや、9曲も、9曲も出さないですよ。それで全部1票ずつとかで9票になったら放送時間どころの会議じゃなくなりますから。じゃあ、イッさん、NB キャットウォーク、NB キャットウォーク、じゃあ、NB キャットウォークと、じゃあ、孤独のかくれんぼ、東京テディベアで、人間が大好きな壊れた妖怪の歌、はい、4択だよ、4択だよ。今日は絶対揃わないと信じたい。たまにはね、なんかぶっちぎり1、あ、この曲なんだみたいなのもちょっとたまには見たいですよね。はい、じゃあ、いちさん、そのアンケートを取ってる間に、じゃあ、これにしようかな。かげろうデイズをお願いします。はい、了解しました。ちょっと待って、選択肢増えてる。おい。しかも、ルカルカ僕歌えないですよ。多分、リリリリですよ、これ。いやー、これなんで猫猫フラグ立ってんじゃん。もう確か15日の午後12時半くらいのこと、天気がいい、病気になりそうなほど眩しい日差しの中、することもないから君と食べていた。でもまあ夏は嫌いから、猫を撫でながら君はくてぶてしくつぶやいた。ああ逃げ出した猫の後を追いかけて飛び込んでしまったのは、赤に変わった信号機、バッと通ったトラックが君を引きずって泣き叫ぶ。血しぶきの色、君の顔にと混ざり合ってむせ返った。嘘みたいな鏡が嘘じゃないぞって笑ってる。
夏の水色かき回すようなセミの根に詰まったクランドン。目を覚ました時計の針が鳴り響くベッドで、今は何時、8月14日の午前12時過ぎくらいを指す。やけにうるさいセミの声覚えていたんでもさ、少し不思議だな。同じ公園で昨日見た夢を思い出した。もう今日は帰ろうか。道に抜けた時周りの人はみんな上を見上げ口を開けていた。落下してきた鉄柱が君を貫いて突き刺さる。つんざく悲鳴と風鈴の音が木々の隙間で空回り、わざとらしい彼らが夢じゃないぞって笑ってる。恨む視界に君の横が笑ってるような気がした。世界がくらんでも帰ろうか、笑って奪い去る。繰り返して何十年も遠くに気がついていたろう。こんなよくある話なら結末はきっと一つだけ。繰り返した夏の日の向こうは年の毛飛び込んだ瞬間トラックにぶち当たる。血しぶきの色君の瞳ときしむ体にラッパッとして、もうふわりげな影のにざまあ見ろよって笑ったら、実によくある夏の日のこと、そんななんかがここで終わった。目を覚ました8月14日のベッドの上、少女はただまたダメだったよと一人猫を抱きかかえてた。やってみた、アットミュート。さあ、ということで聞いていただきました、カゲロウデイズでした。さあ、そんなこんなで、4択のはずが6択になった大混戦の今回のアンケート。さあ、それでは結果を発表していただきましょう。ドン！ちょっと待って。わかった。猫猫はわかった。どうすんだよ、この上の3つの書類、本当にもう。しかもギリギリ全部、ギリギリ全部歌えそうなんだよな、時間。じゃあぶっちぎりでネコネコなの分かった、いいよ。じゃあ上3曲もやるよ。じゃあもう、じゃあ一段もう、じゃあ 連続で、どうしようかな。ネコネコが最後でしょうね、これね。喉死んじゃうし。じゃあ孤独のかくれんぼ、エンビーキャットウォーク、東京テディベア、ネコネコの順番でいきましょう。ここまでね、ソロ 16.6% って結構頑張って揃ったよね、これ。結構頑張った揃い方してるとなんかね、なんか僕も頑張りたくなる、そんな日のことでござる。で、かくれんぼの歌詞、かくれんぼの歌詞、あったあった。じゃあ、いきますか。あの、歌った後多分くたばってると思うんで、そこら辺よろしくお願いします。しかも僕、カバンの中にミンって、あの、フリスク忘れたんですよね、今日。だから、スタジオに入るときに、あ、フリスクねって気づいた。よし、じゃあじゃあいきますか。それでは聞いていただきましょう。まずは孤独のかくれんぼ。語りの始まり、開ける幕、主役ギミック、ピエロの喜劇の笑い、雨濁った泥水に映った君の顔、平凡な日常をうんざりだった。塩分鉱物で
推測吐き散らし夢かうつつかにさ大衆心理ヒットバー少し悪いから溢れ出すおもちゃそっと広がってワンセンワンス見つけ出したおとぎ話売れた果実のように甘い蜜群がり誘う感情制服雨上がり何でもない笑う影がほら揺れる本を開けた無邪気な道化退屈しのぎにさ始めるこのゲーム平凡な日常を隔たる対象鬼の目を隠して切り裂く鉄の味赤く紡ぎ入れば準備完了乗車券握りしめて告げる針君の目奪うワン・ツー・ウォーズ始めようかかくれんぼ最初の鬼は僕だノイズ物すテレビはなく存在証明確に中のなんでもない笑う君がほら漏らす次は君が鬼の番だとどこかで聞いた不思議な話いる人なき人臨時放送さて本日死ぬのは無邪気なあなたよちよちよち皆無表情ほら重なったほら顔見せたさりにと迫った最終章青鬼が来るもう鬼が来るね無邪気に狂った鬼が来る抜け出したおとぎ話売れた果実が枯れて甘い蜜夕立誘う超常現象終焉の一人遊び夏の影がほらそばにそこにいた鬼が笑った僕の勝ち始めようかさくれんぼ本当の鬼は誰だプロログは皮肉に告げる完全犯罪初夏の噂一人遊び輪廻する絞り猫次は君か鬼の番だとさあ聞いていただきました孤独のかくれんぼでした。まあしおり猫って言ったから次は猫つながりでこの曲ですね聴いていただきましょう。 MV キャットボーク やってみたかっこ笑いアットミュート。まさかの SB とゆっくりの声がぴったりハマるという奇跡。それでは聴いていただきましょう。それがその猫の主題 MV キャットボーク。3番通り路地裏猫浴場ロンリーパラノイア振り向かせた4月特活あるネーム天才美貌理想バイアコインのファンディンソン Going for it 差し棒で誘惑のビールイジュ名本の創意臨分でこび売りの行為そばにいてくだらない近い君にそさぐ剣士変装気味君グロスに混ぜるビアキスト秘密の嘘してるラリラベビーファナフィクンピーナソードレイオウェンナプロ週末の夜を買い込んで梅の糸で君を試すのアケンアケンアケンI can't just dance, baby, I do 順でそれにいざなみざり恋の You can make you 相対ヒステリカ調の夏無条件に盲目のアイロニー
ホイ。洪水の雨にファンファーレ、真夜中の不純な期待刺激流れ出す。咲かないロリポップナイトライアイの照明の麻酔を打ったシナリオなんて妄想清掃は愛特性よ。潜在的中のスモーキャンラブラン猛進兵器逸落感染症と化し合わせで How many blackouts when we carry ざっと月の空に焦がれして通し大な思い在中純情のステージでとどめさせゾンビも終わりにしよう。もう世界が消えて私も消えて、そしたらあなたの所有権も消え去って、それじゃそこまで愛してから捨てるわ。アダムとイブに始まりここで終わるさ禁断の果実今。Dance baby I need 従順なそばにいざなみざりこの世さ make you 恋愛依存したこの部屋で他に朝を迎えよう。 Oh yeah dance baby Black heart baby そろそろ喉が死んできたさ。次に聴いていただきます曲は東京テレビアです。頑張っていきます。やってみたかっこ笑いアットミュート。父さん母さん今までごめん、膝を震わせ親指しゃぶ、兄さん姉さんそれじゃまたね、冴えない靴のかかと潰した、okay、見え張ったサイズで型紙を取る、なんだっていいのさ代わりになれば、愛されたいと口をこぼした、もっと丈夫なハサミで顔を切り取るのさ、全知全能な言葉をほら聞かせてよ、脳みそ以外もいらない、ドアの愛どの近未来想像、明日の焦燥ただ揺らしてよ、縫い目の隙間を埋めておくれ。皆さんさようなら先生を元気で、高鳴った胸によだれが垂れる、正直者は何を見る、正直者はバカを見る、正直者は何を見る、正直者はバカを見る、あーこれじゃまだだリラよ、もっと大きなミシンで心貫くのさ、全知全能の言葉をこら聞かせてよ、脳みそ以外もいらない、永遠の愛その近未来想像、明日の焦燥ただ揺らしてよ、縫い目の隙間を埋めておくれ。もう何もないよ何もないよ、引き剥がされて一屑の海へと、この際もうもうそう僕いないよ僕いないよ、投げ捨てられて帰る場所すらとどうにもないとよ、存在証明あしゃら嘘だらけの体、完成したいよ吊るしたいよ今かい、どうも枯れないの枯れたいの、なんもないこんな僕じゃない、ブヒメはこっち切って追いちぎれた。二
えたったデイズで命を絶つ。誰だっていいのさ、代わりになれば。やってみた、かっこ笑い、アット、ミュート。いくぞ、猫、猫、スーパーフィーバーナイト。二人光る青いように出会った、国境なんて飛び越え、思い切り君へタイム、踊れ踊れ Tonight。 壊れるくらい黙る Love you。 猫猫スーパーフィーバーライト、恋はわさりショック。猫猫スーパーフィーバーナイト、ゴーストするデザイア、君だけに捧げる、ブンブン愛してその腕で抱きしめて溶けて一つになるまで。心も揺らめく無音の中のイエス、傷をした君はクライム、歌え歌え Tonight。 怒れるくらいただ Loving you。 猫猫スーパーフィーバーナイト、恋はまるでファイト。猫猫スーパーフィーバーナイト、弾け飛んだファッション、君だけにブンブン信じて、だからまた離さないで、夜の終わりが来るまで。猫猫スーパーフィーバーライト、ゴーストするデザイア、君だけに捧げる、ブンブン愛してその腕で抱きしめて溶けて一つになるまで。やってみた、かっこ笑い、アット、ミュート。はい、聞いていただきました。ネコネコ、スーパーフィーバーナイトでした。いや、頑張ったよ。ミュート頑張ったよ。ネコネコは他の曲のなんか4倍ぐらい疲れるのですよね。うん、まあ、そんな感じで聞いていただきました。はい、ありがとうございます。若干、一番最後の調子に乗って、ネコネコフィーバーナイトと言ってるあたりで、目の前が真っ白になりました。危ねえ危ねえ。でもなんかね、一回ね、ニコ生中に気絶とかやってみたいですよね。で 5秒ぐらいして立ち上がって、夢を見てたんだみたいなね。まあまあありがとうございます。まあそんな感じで、ゆるゆるな番組でしたけど、少しでも楽しんでいただけたら幸いです。ね、でまあ、こんな感じで基本喋ったり歌ったり、途中で小芝居したり、あとはいい人止まりの話をしたりする、それが、やってみたアットミュートです。今後もまた見ていただけると嬉しいです。さあ、次回の放送は、7月の12日の木曜日2時から、はい、行っていきたいと思いますので、はい、あと1分だそうです。なんでそんな感じでぜひ楽しみにしていただければ幸いでございます。さあ、まあそんな感じなんですよ。
もう喉痛いあ、そう、職人さん、コメントを入れていただいた方々、皆様ありがとうございます。あの、なんかね、テンション上がりますね、やっぱね。なんかね、猫猫の心が折れなかったのはきっと多分コメント職人さんのおかげだと思います。チラッと見たら俺生きていけるって思うそんな感じですね。はい、ではあのまたあの情報はあのアルファのチャンネルとかにも載ってるので、ぜひぜひ見てください。12日の木曜日、7月の12日木曜日、次は14時からです。楽しみにしていただけたら嬉しいです。それではやってみた、あっと見ると、わーテンション上がってきた、テンション上がってきた、すげえ、なんかすげえ流れてる、何これ、すげえ、うおー、うわー、コメントってすごい。あ、またコメントしてください、ぜひお願いします。アルファプレゼンツミュージックライブインニコニコ生放送、やってみたかっこ笑いアットミュート。この番組はアルファの制作でお送りしました。また来月までごきげんよう。